この動画ではロードスターのドライブの映像を使いながら、なぜか内容はおっさんの昔話（かっこバイク編かっこ閉じる）といった内容になっています。ロードスターの映像を見ているといろいろと昔の話を思い出してしまいました。ロードスターは海ほたるを越えて千葉県に入ります。今回の映像にもお付き合いいただけると幸いです。ロードスターはパワーもトルクもそれほどありません。まあ 1.5 リッターの自然吸気エンジンですからね。このロードスターは完全にノーマルエンジンで、本体及び吸排気系あるいは足回りには一切手を加えていません。ロードスターにはいろいろなショップがカスタマイズメニューを準備しています。ただロードスターでパワーを求めるのは自分の考え方とは相入れません。何でもありのロードスターのワンメイクレースならば話は別ですが、ロードスターでタイムを削ろうなんて思う方が私にはキーに思えます。ちなみに4代目の ND と型式で呼ばれるロードスターです。車はマニアな世界では型式で呼ばれることがありますね。これはバイクから入った自分には新鮮な世界でした。好き嫌いはあるのでしょうが、この ND ロードスターのデザインは私は大好きです。後輪のフェンダーからテールにかけてのサイドパネルのボリューミーで生めかしい映り込みなんて、この絵どうやってプレスしたんだろうなんてつい思ってしまいます。パワーやスピードを求める車ではないのですが、オープンカーという魅力以外にもエンジンを回す楽しみはあると私は思います。ターボやスーパーチャージャーという下級はありません。そんなコンパクトエンジンのいい特性かと思います。また VTEC のようなデバイスはないけれど、吹き上がりは軽快。そしてエンジンは回すごとに小さいながらもパワーを絞り出す。これって別の意味でマニアの心をくすぐる仕様だと思います。このロードスターのエンジンの吹き上がるという感覚、これは昔乗っていたバイク、ホンダの VT250F の感覚に似ています。当時はバイクの大型は暴走族対策もあって、試験場ではなかなか免許はくれませんでした。バイクの大型免許が限定解除と呼ばれ、限定解除することはある種のステータスでした。ですが、それ以前のバイクの免許には限定はなかったのです。うちの父親の免許証にも自動二輪に1の表記があり、ただし自動二輪は中型に限るなんて限定条件は書かれていなかったのです。誰でもどんなに大きなバイクにでも乗りたい放題の時代だったのです。まあとはいえ、昔の日本ではバイクは生活の足で趣味の乗り物ではなかったため、大排気量のバイクなんてそうなかっただろうと思います。自分も故郷の試験場で限定解除を目指した時もありました。実技試験の前には事前審査というものがありました。これは倒れているバイクを引き起こして最低限の取り回しができることを試験官の前で見せなければいけないのです。ここにもいろいろな噂はあって、あの試験場のバイクにはタンクに砂が入れられているなんて話もありました。今から考えれば、砂は大げさでもタンクにガソリンを満タンにして
バイクを倒してしまえば重いバイクを引き起こすことになるという現実から逃れる術はありません。事前審査はちょっとしたコツもありますが、若かりし頃の力技でパスしました。その後は試験場のコースを走った実技試験です。もちろん実技試験にはそれなりの格好が求められます。ヘルメットなどのギアを正しく装備していることは前提の前提みたいなものでした。そして番号の書かれたゼッケンをつけます。自分の番になればコントロールタワーにいる試験官に手を挙げてバイクへの乗車を開始します。実技試験には3つぐらいのコースがあって、それぞれの経路を覚えておく必要があります。コースを覚えていなくて経路を間違ったとしても、そのこと自体では減点にならないそうですが、実際に試験車両に乗っている本人はあっという間にパニックでしょう。試験は減点法だったと思います。その日のコースは A コースと指示されたコースを道路交通法を完璧に守りながら進むことになります。この完璧に守りながらというのがミソで、あっという間に減点は加算されていくのです。首を大きく回して後方確認などがしっかりできていることを見せる、そう、ある意味見せる実技試験だったと思います。自分の場合は感覚的に2分も乗せてもらえなかったと思います。最初の試験で外周を回ったくらいで、4番ホニャララ君出発点と試験官から無情にも試験中止のコールがかかります。現在ではバイクの免許は自動車学校で実技試験免除で大型の限定解除ができます。もはや限定解除という言葉さえ死語でしょう。多分アメリカやヨーロッパの国々からの外圧もあったことだと思います。海外のバイクメーカーとしては、大きな排気量のエンジンをシム基地を日本とするためだけに 400cc にサイズダウンするなんて、コストをかけることに反発しかなかったことだろうと想像ができます。でもバイクは何も大きな排気量でなければ楽しめないわけではありません。風を感じゆっくり走ってもバイクにはバイクの世界があります。最近ではトライクと呼ばれる三輪のバイクなどがあってバリエーションも増えました。ロードスターなどのオープンカーも風を感じさせてくれます。高度経済成長期を経て日本はお金持ちになったのです。こんなことを言うと反発する意見も出てくるかと思いますが、良くも悪くも日本は先人たちの努力があって成長したのです。この高度経済成長というものを実現させた先人たちの努力には最大限の敬意を払うべきだと私は個人的に感じています。戦後の何もない時から自分たちのじいちゃん、ばあちゃん、父ちゃん、母ちゃんは本当に頑張ったのです。千葉県の八街は生姜が名産であるらしく、このようなジンジャーエールもあります。これは確かに生姜辛いジンジャーエールでした。おすすめです。ここからはバイクから海外生活の思い出と話題は変わっていきます。私はしばらく海外での生活がありました。住んだ国や訪れた国にはいろいろなことがありました。本当にいろいろとありましたけれども、一大イベントというのは西アフリカの某国で内戦に巻き込まれるという経験でしょう。なかなか日本人が実戦に巻き込まれるということは経験しないことだと思います。
映画館で見る戦闘シーンは迫力のあるものですが、実弾を使った戦闘と映画とはまた違います。ちょっと先で自動小銃を撃ちまくられると、もちろん銃声が断続的に聞こえてきます。そしてその銃声で家の窓ガラスがビリビリと震えます。ちょうど住んでいるカルティエの近くに政府軍の武器庫がありましたから、その武器庫をめぐる戦闘だったと思われます。流れ弾を被弾しないように家の壁にぴったりと背中を合わせて、戦闘が終わるのを祈るような気持ちで待ちました。家の壁といってもコンクリートブロックを積んだだけですから、重火器であれば銃弾はあっさり貫通したことでしょう。この時は日本大使館の書記官と大使には大変お世話になりました。海外に居住すると管轄する大使館にどこに居住しているかという届け出を出します。これを出さない人もいるようですが、それでは大使館や領事館は邦人保護の対象にはできないだろうと思います。どこに住んでも何があるか全く分かりません。私は正しく大使館に自分の所在地を知らせることは大切だと思います。この時は日本大使館の一等書記官と年も近く、懇意にさせてもらっていました。ヨーロッパ諸国からの圧力もあってか、一時的に休戦を成立させて外国人を戦闘地域から脱出させるということになりました。そこで書記官からもう一人保護すべき邦人がいることを告げられます。それは自分たちの住むエリアからちょっと離れたところで、現地の男性と結婚された女性であるとのことです。どうやったかは正確に覚えていませんが、その女性も一緒に戦闘地域を出ることになりました。現地の部下は同じ西アフリカの出身でしたが、内戦の国とは国籍が違いました。私から見れば立派な現地人で、出身国は英語圏で、英語だけでなくフランス語もできます。彼も外国人として一緒に脱出しました。自分で車を運転して戦闘地域を出たわけですが、町の交差点には介入したフランス軍の兵士が銃を構えています。もちろん安全装置をかけているのでしょう。引き金に指をかけてはいませんが、いつでも撃てる状況で周囲に鋭い眼光を光らせていました。中には女性の兵士もいました。その女性の兵士の銃を持つ腕がとにかくぶっといのです。こんな人を相手にすれば火器なんか使わなくても自分は瞬殺されることでしょう。やがて休戦のための緩衝地帯に入ります。緩衝地帯に入る前には車のナンバーや乗車している人間の国籍などが記録されます。そして緩衝地帯を抜けるときには、まずフランス軍の兵士からフランス国籍の者は名乗り出ろと言われました。自分は日本人なので、その旨を告げて先に進みます。その先にはなんとアメリカ兵が検問にいました。そしてアメリカ国籍とカナダ国籍を持つ者は名乗り出ろと言われます。ここも日本人なので、その旨を告げて通り抜けます。この時の兵士のつけた国旗、フランスのトリコロール、それとアメリカの星条旗、これらは本当に輝いて見えました。フランスは旧宗主国なので介入も当たり前ですが、アメリカ兵には正直びっくりしました。隣国の駐屯地から出張ってきたものと思われます。この時本当に心の底から思いました。この後に日本の自衛隊が日の丸をつけて、日本国籍を持つ者は名乗り出ろと言ってくれることを、
地獄の軍隊に守られているという意味を。それね、列車止まってるけど。まあ実際にそういうことはなく、大使館の書記官が迎えてくれて、日本国大使の大使公邸に泊めてもらいました。確か日本のうどんを最初に出してもらったと思うんですけれども、涙が出そうなくらい美味しかったことを覚えています。当時の航空券はエコノミーの正規料金のものでした。これは万が一の時に日程変更を可能にするためのものです。航空会社とのやり取りは大使館に任せましたが、翌日には日本に戻ることができると伝えられました。たった一泊でしたが、大使公邸を後にしました。利用していた航空会社はエールフランスでした。エールフランスでパリに着くと、昨日までとは全く異なる世界が待っていました。そんなことはもちろん当たり前のことです。フランスはやはりフランスです。現地での銃声と震える窓とは違う世界がそこにはありました。パリで飛行機を乗り換えて一路成田を目指します。この動画には成田空港と成田空港を離陸する機体が映っています。昔はあのように自分もパリへと飛んでいたのでした。もはやあまりにも昔のことで、まるで別世界のように感じます。コロナ肺炎もあって航空会社は減便を強いられているようですが、いつか遠くヨーロッパなども観光で訪れたいと思っている自分がいます。成田からは再び圏央道を通ります。冬ですので日が傾くのも早いものです。昔は圏央道が通っていなかったので、成田では408号線、408号線を通っていくことが普通でした。高速道路が整備されることで時間的な恩恵を得ることができます。高速道路の料金設定にはいろいろとあるのでしょうが、外国のように高速は無料にしてほしいと思っている自分もいます。まあ現在の日本では実際には難しいのでしょう。しっかり日も暮れかかっているのですが、空は絶妙なグラディエーションを見せてくれます。朝日でも夕日でもいいのですが、このオレンジから暗い青、そして漆黒の黒へのグラディエーションは本当に美しいと思います。これは地球上であればどこでも見ることができる絶景だと私は思っています。もちろん早朝のグラディエーションも非常に美しいものです。このような光景が本当に満足感を与えてくれます。いいドライブだったと実感します。私の取り留めのない思い出話や独り言に最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。